聴ありがとうございます。旅する着物男子バオシンです。この旅行動画にコメント高評価チャンネル登録お願いします。紀伊半島編第4話お届けしたいと思います。現在地は和歌山県那智勝浦町の那智の滝をご神体とする那智広尾神社にいます。那智勝浦町、日本一のマグロの漁獲高を誇るそういう町らしいんです。なので今から熊野御坊南海バスさんの路線バス那智単線に乗って一路勝浦漁港にぎわい市場足を運んでこの町の美味しいものを楽しもうと思っておりますので、ぜひ最後まで見てください。あー、息が切れた。早速ね、紀伊勝浦駅前に向かいたいと思います。今から下山するんですけど、一つ忘れてはいけないこと、ここは神域です。神域ですから挨拶は絶対やらなくてはいけません。なので参拝と初詣をさせていただいて感謝込めて一礼したいと思います。ありがとうございました。意外と早くバス来てくれました。那智勝浦駅行けます。ありがとうございました。那智の滝から紀伊勝浦駅まで送り届けてくれたバスが去っていきます。お世話になりました。紀伊勝浦駅戻ってきました。今度は思いっきり那智勝浦町の海の幸楽しみに行きましょう。レッツゴー。ほんの少し歩けば海なんですよ。今港の方に向かって歩いてます。やっぱりマグロの漁獲高日本一だけあってその特徴がわかる店いっぱいありますよね。時刻はもうすぐ9時になるところです。勝浦って海の町なんですね。目の前にドーンドーン海だ。感極まって変な声が出てしまった。このぐらいすごいです。これこの壮大な漁港の大パノラマ素晴らしい。しかもね、海の透明度がすごいんだ。今お見せします。見づらいかもしれないんですけど海の底が見えるぐらい透明度が高いんですよ。で、さっき僕が入ってたことで見づらかったでしょうけど、漁港周辺はこんな感じでなってます。天気が良くて良かったですね、ほんと。で、まあ、この鳩場というのかな、桟橋というのか、鳩がいっぱい止まってますよ。ありました。あれが今回足を運ぶ勝浦漁港にぎわい市場です。そうそう、一つ補足情報。勝浦漁港にぎわい市場のすぐお隣、海の湯という足湯温泉があります。そこで疲れた足をゆっくり癒すという楽しみ方もあるんじゃないでしょうか。来てみましたら海の湯こんな感じになってました。源泉かけ流し湯の花、冬沈殿してる場合がございます。足からずご了承ください。全然 OK、 大歓迎です。こっち側もこんな感じになってます。そしたら早速勝浦漁港にぎわい市場で思いっきり食い倒れてしまいましょう。しかもね、こんなところにでかっでかっでかいマグロ。和歌山県那智勝浦町2023年1月8日この映像を撮影しております。過去最大水揚げは名前が読めない。でもハエ縄で50キロの大物を釣り上げたみたいですよ。すごいですね。お、これ良くないですか。一
市場ご飯、しげの朝ご飯、鮮魚刺身、おかずにしんとお味噌汁、漬物、それから炊きたての白米で550円。最高じゃないですか。入ってみよう。シビルさんってここだったんだ。食券制ですね。あ、じゃあシビルさん、後でいただきに行きます、ね。ありがとうございます。よろしくお願いします。ありがとうございます。あとはね、確かね、脇田さん、そうそう、ここ、アントニオ猪木が愛したもちマグロ。ここの1500円のマグロ丼、めちゃめちゃ気になってたんだ。どうしようかな。めっちゃ迷う。後でまた教えてください。今お店の方に許可いただいて商品移させてもらってます。結構質のいいマグロの切り身がいいお値段で売られてます。ここがイベントコーナー。解体ショーいつ始まるのか分かんないんですけど、解体ショー前のビンチョウマグロイベントコーナーでは並べてます。じゃあね、お腹ペコペコです。ガツン系いきますか。ガツン系いきましょう、いきましょう。食券はここで購入するみたいなんで、早速買いましょう。すいません、またやらかした。脇田さんじゃない、脇口さんでした。脇口さんのオーダー、本日のマグロ丼、結構いいお値段でもね、言い放ったばっかりだから買いましょう。本日のマグロ丼、これで発券ボタンを押します。代金を投入してください。バカチョンペーということで、代金を投入しますね。食券ゲットしました。早速注文していきます。初見お願いします。どんなのが出るか楽しみだな。後ほど伺います。こういう感じでお料理いただきましょうかね。ここにしましょう。お味噌汁に関してはセルフサービスなんだそうです。このぐらいで、お味噌汁こんな感じで蓋を閉めて、お箸ももらって、お味噌汁移動です。ということで、これが本日のマグロ丼です。運んでる間にどっちがどっちだか分かんなくなっちゃう。とりあえずこんな感じです。雑で申し訳ない。だいぶ手間かかっちゃったんですけど、マグロの脇口さんの本日のマグロ丼。いただきます。はい、これがマグロ丼ですよ。美味しそうでしょ。お醤油がついてるんで、お醤油かけますよ。ほら、これは美味しそうでしょ。このたっぷりのお醤油。僕はわさびがちょっと苦手だから、そのままいただいちゃいます。いただきます。やばい、風で紙ナプキンが飛ぶ。まず切れ身の状態から。どうですか、美味しそうでしょ。なんと、いや、舌の上でとろけるマグロだ。幸せを感じるマグロ、食べた瞬間にマグロ本来の甘みがふわーって広がって、美味しいですよ。酢飯とよく合うんだ。これ多分ツナですね。うん、なんか醤油かな、甘みがある。あー、これいいわ。あったまる。シンプルなんですけど、マグロの美味しさを引き立ててくれるようなお味噌汁ですね。本日のマグロ丼完食しました。めっちゃうまかったです。というわけで、ごちそうさまでした。だいぶ美味しくはなくなってるかもしれないですけど、ビールいただきます。あー、朝から飲むビールってなんでこんなうまいんだろう。海を見ながら飲むビール最高。あー、そうだ、これがシビルさんで売ってたはえなわマグロの唐揚げ、おつまみとしては最高だと思うので、いただきます。
レモン塩です。開けます。こんなもんかな。油の乗り方が半端ない。唐揚げのソースとこんなに違うんだ。なんだろう、マグロっていう気がしない。うますぎる。ということで、ビールもいただきまして、生マグロの唐揚げもいただきました。とっても美味しかったです。こんな食べ方もあるんだなっていう勉強になりました。こんな感謝を込めて、ごちそうさまでした。にぎわい市場さんの中にあるブルーシールさんというお店で、ブルーウェーブというアイスクリーム400円でした。早速いただこうと思います。どんな味がするのかな？僕個人的に青が好きだから、シンプルにこのアイスクリーム選んじゃったんですけど、なんかラムネの味がする。ラムネの味がして爽やかな甘み。でもそんな感じの美味しいアイスです。これいいな。これで400円は結構コスパいいかもしれない。いやー、本当に綺麗な海だ。というわけで、勝浦漁港にぎわい市場さんでグルメ3つご紹介をさせていただきました。今回の旅行映像作品、楽しんでいただけたでしょうか？ぜひコメント、高評価、チャンネル登録お願いします。至らないところもあったかもしれませんけど、少しでも楽しんでいただけたらいいなと思います。次回の紀伊半島編第5話は、今までは南に向かってたんです。また逆方向に戻ってね、忙しい三重県伊勢市に戻りまして、日本の神社の頂点に立つと言ってもいいんじゃないでしょうか。伊勢神宮へ行く内宮参拝して、その上でおかげ横丁でグルメをテーマとした散策をしてみたいと思っていますので、ぜひ楽しみにしていてください。では最後までご視聴ありがとうございました。